小杉さんは、なんでしょう。大人しい新入社員。<ー>と書いてありますね。ええー、私の方はですね。優しいお父さん。この役になりきって。はい、この。相談に乗る、ね、ということ。なんです、ね、なんか微妙な、こう、役の雰囲気ですよね。<ー>ということでございますので。はい、ええー、じゃあ、ええー、大人しい新入社員の。 小杉さんと優しいお父さんの私でお悩み相談に乗っていきたいと思いますはいえ。これは別々にやるんじゃなくて二人で一緒に掛け合いで,け合いで要はこの会話がそのキャラクターにいつの間にかなってればいいんじゃないかな優しいお父さん新入さんいくわかりました、ね、はい。うん、えー、っとねゆきんこさんはね、えー、朝が弱いんだって はい、うんで布団から出るのがすごく嫌で毎日遅刻してるらしいんだな「ょ、はいえー、ーって書いてあるけど毎日遅刻してたらそのうちクビになるんじゃないかな、はい、大変だめだと思うんだな、はい、どう思う新入社員くんあのー、うんあのー、うんいいよ何でも好きなこと言ってごらんゆきんこっていう名前なのにうん なんで朝が弱いのかわからないんですけど。おお、雪んこなのにまた冬も苦手という。ね、それはあの僕はまだあの遅刻したことはないです。おお、素晴らしいな。それはあのなんでかっていうとあの朝までずっとあったかい湯たん を入れてる感じです。おおなるほど。そうか。そうです。湯たんぽ湯たんぽ湯たんぽ入れてます。朝まであったかいずっとあ朝が続く湯たんぽを入れておけば、そうです。朝もぱっと目が覚められる。時々湯たんぽがあの熱すぎちゃう時があって、逆に眠れない時。 ああ、なるほどね。だから、あのー、どれくらいの厚さのお、うん、お湯、お湯を入れるかが、すごく難しいんです。うんうん、そうか。新入社員くん、すごいね。君、きっと出世するよ。嘘つき。<laughs> 嘘なんかついてないよ。嘘つき。本当だよ。ええー、だから、えー、ゆきんこさんも湯たんぽを買ってきて。 かいお湯を入れて、ね、あの気をつけないと低温やけどするからねそうなんですそうすると、えー、冬の寒い時でもあったかい状態でパッと目が覚めることができるという、はいねえー、新入社員くんからのアドバイス何かなあの、CD、プレイヤーをうん 朝起きたい時間にセットしておいてうん、うん、で起きる時間になったらキューティクル・タンティナバの CD とかがうん、うん、あったら始まるっていうおお<ー>起きるであろうっていうのかがあったら一番いいんですけどそれを作ろうっていう話だね今度の会議で、うんうん うん、プレゼンしたいと思いますうそうそれは素晴らしいんじゃないかなそれぜひともやってもらいたいな、はい、うんお父さんはそう思うようんだ、えー、CD の、えー、発売にあった暁には朝セットして、はいね、起きるであろうという声を聞きながら最高です、えー、あ最高だねよかったよかったゆきんこさんそれでいいかな はいええー、というわけでですねもう小杉さん秀逸 <laughs> <laughs> 素晴らしい素晴らしいこのコーナーってすごいコーナーだったんだね <laughs> <laughs> いや,ーいやー